こんにちは、荒島です。本日はビックリスコーポレーション様とコラボレーションをして、日本の発酵食品がベトナムで売れるのかについて検証します。こちらにあるようにぬか床ですとか、これチューブタイプの漬け込むタイプありますし、梅酢ですね、こういったの日本の代表するようないわゆる食品、発酵食品をベトナムの方にどうやって知ってもらうのか、まあ、具体的には我々が料理教室を使ってベトナムのお客様に料理を通じて、フィードバックをもらうということをやっていきます。どうなるか楽しみです。では行きましょう。私はカネダと申します。グルスコーポレーションの佐伯と申します。私たちの会社は日本で漬物を製造して販売している会社です。ベトナムにこういう漬物あるんですか？何を使うんですか？Yeah, that's the use for the salt and sugar and some wine. All of them we will cook with another with a fish or something to make weather. 例えば、こういう料理は家で作るんですか？いつも。作ります。市場で買う、市場で。はい、スーパーマーケット、ドラッグマーケット。私作ります。We have a marriage, I'm single, so it's easy to find something outside. Okay, okay. で、これは今こうやっていろいろ意見があって、まあ、洗った方がいいっていう人と洗わない方がいいっていう人があるんですけど、皆さんどう感じますか？いや、で、今ちょっと一気に行くと、なんか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 、là có cái lớp cám gạo nó dính như vậy, nên khi nước này làm sẽ rửa, thì ở đây các chị sẽ nghĩ là mình nên làm cái cám gạo. Tôi thấy nó hồ hộp, tôi đang mang mang. Tôi hồ gì? Nam đề. Tôi đây rồi, là chị này, quát rộng rồi. Đây là nát 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 chả, tôi muốn ăn. Tôi thấy sao? Dạ.洗いたい。なぜですか？In Japan, we wash away. We don't cook like this.So before we have three classes, so we got feedback from customer, our customer that we you put like this is better for tasting. Because they said if we wash away, it just looks like a normal vegetable. Wow. And nothing special. How do you think? But my opinion, I would say this.日本でも漬物って同じようにそういう脂っぽい肉とか魚食べるんですよ。
じゃあぜひ答えてもらったらいいですか。佐伯さん。はい。実は日本でもそのいろいろな土地の多様化であんまりこう家で漬物をしてる人は実は減っちゃってます。ただ、今コロナが流行っていて、はい、その家で何するかっていう時にこういうちょっと手間のかかる食品っていうので注目浴びてますし、はい、あとその菌活って、はい、その発酵食品が体の免疫を高めるってことで、はい、日本でもまたこう注目を浴びてる商品ですね、はい、あんた食べていきなさい。好きなもので嫌いなもの一個ずつ聞いてていいですか。今日は何で参加したか教えてください。その点で今日のぬかとかはどんな風に感じますか。感じ đầu tiên của mình là nó lạ, nó rất là lạ, lạ đối với người Việt Nam. Việt Nam mình lại ăn những cái đồ ngâm chua hơn, còn cái mặn gì đó.ベトナムにもいろんな発酵食品があって、多分ヌクマもたくさんあると思うんですけど、健康とか発酵食品についてはどう考えてますか。まあ、ちょっと今回ご体験してもらって、まあ、ベトナムと日本の食事は違うんですけど、まあ、今後こういうものをベトナムで広めるためには、まあ、こういうふうにぬか味噌を作るのもいいですし、他にどんな方法があると思いますか。Thử là sẽ nói cho mình thấy được sự khác biệt. À, cái này là tự nhiên, cái này mang tự nhiên từ Nhật Bản.
や本日はありがとうございました。Thank you very much。頑張ってるには。はい、じゃあ名前と今日本日はなぜご参加したか教えてください。いつもその日本の料理食べたりとか日本の料理作ったりするんですか？スターキッチンいろんなクラスがあってケーキとか料理とかあるんですけど、特にこの今日のクラスに興味があった理由なんですか？じゃあ今日いろいろ作ってみて何が一番こう好きでした？味はどうでした？梅酢の味とか。で、一番初めにぬか漬けを試食したと思うんですけど、ぬかについてはどう感じましたか？北部出身なんですか？中部出身。今こういった、健康にいい食品ってベトナムで、流行ってきてると思うんですけど、今後こういう食品をベトナムで売ってくるとしたらどんな風に、紹介したりとか料理に使ったらいいか、なんかアイディアありますか？ありがとうございます。頑張ってください。頑張ってください。はい、こちらはですね、スターキッチンの先生の港さんです。ハロー、港。今回いろんなこうぬか味噌を使ったぬか漬けの授業をいろいろやってみて、お客さんの反応どうでしたか？その文化なかったということで、今後を広めるためにいろんなお客さんの声があったと思うんですけど、一番大きいのはその毎日使うとか、たまにこう週末使うとかのためにはもうちょっとベトナムの料理とかもうちょっと変えていかなきゃいけないと思うんですけど、料理の先生としてなんかこのどういうふうに使ったらいいかとかありますか？ありがとうございました。はい、じゃあミスありがとうございました。ありがとうございました。全部で合計3回ですね、はい、ベトナム人のお客様にぬか床の説明とか、質問とかいろいろ受けたと思うんですけど、一番こう印象に残った質問とかどんなことがありましたか？一番印象から残ったことですけれども、やはりこういうぬか漬けのもの以外に他の使い道があるかどうかっていう質問ですね。やはりベトナム人はですね、多様性を重視してるんですよ。一つの原材料をいろいろな食事にしたいのは一般的なことだと思いますので、はい。なので我々はですね、宣伝広告するときにいろいろなレシピを考えてお客さんに紹介しておいた方が大事なことだと思います。今回 その授業の中では皆さん見てたら楽しんでもらって、日本の文化を知るっていう、そこ OK ですよね。はい、そうです。ただその次ですよね。じゃあ毎日使ってもらうとか定期的に使ってもらうためには多分もうちょっとレシピが必要だったり、はい、それが答えられることが難しかったということですか？おっしゃる通りですね。やはり今回はですね、私にとっても、ベトナムの料理に何が使えられるかどうか、自分の中でも本当に不思議だと思います。やはりベトナム料理の中で調味料、香辛料、いろいろなものが入ってしまって、今
回は我々が紹介するルカドポですとか、うん、あの塩麹ですとか、うん、他のベトナムのローカル の、 あの調味料香辛料と組み合わせたらどのような効果が出るか、どのような味になるか、なるほど、自分の中でもまだ分かっていないんですので、うん、はい、うん、なので、まあ、ちょっと自信を持って答えられなかったんですね、うん、なるほど、はい、まあ、でもその前は僕はですね、これ初めてベトナムでやるんでどんな反応があるかなと思ったら、結構みんな楽しんだというか、そのなんか理解してくれてましたよね。はい、はい、そうですね、結構あのベトナム人の中では日本料理はあのすごくヘルシーで健康にいいとイメージを持って、まあ、今回も同じようにそのまあぬか漬けたものはすごくこう消化に良いですとか美容に良いですとか、そういうことをあのまあ既に認識するようになりました、はい、そこは本当に狙い通りで、あとはその次のステップとしてやっぱりそのどうやってもうちょっと使ってもらうようにベトナム人の料理に合うように作るかとか、そういうことですよね。おっしゃる通りですね。毎日寿司とか作れませんしね。そうですよね、はい、特に最近こう、まあまあ、今回あの来られたお客様は結構あのお金持っている方ですので、うん、普通の生活は忙しいですよ、うん、なのであの、まあ、なるほどね、うん、そうですよね、あの、まあ、時間の短縮ですとかも考えて、うん、まあ、簡単で美味しい料理を作れる、うん、あのマレシピがありましたら、すごくお客さんの方がありがたいと思っています。わ、はい、かりました。今回あのいろいろ本当にありがとうございました。疲れました、ありがとうございました、はい、こそありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃまずですね、ちょっとあの会社のご紹介と今回 の、 そのマーケティング事業にあの参加したきっかけを教えてください。はい、まあ、社名がピックルスコーポレーションと申しまして、日本の国内で、漬物の、製造と販売、あと漬物商品の、まあ、卸販売っていうのをやっている会社で、まあ、一番多分有名なのがご飯が進むキムチっていう黒いパッケージのキムチなんですけれども、はいはい、これが、まあ、一応うちの看板商品となっています。で有名ですよね。はい、あ、いや、ありがとうございますあの今回あの、まあ、お願いしたきっかけといいますのが、まあ、先ほども申し上げました通り、まあ、ほとんどその海外の方に、まあ、市場がないものですから、何かやりたいやりたいというのはずっとあったんですけれども、まあ、今回そのやっていただいた商品が、まあ、ぬか床ですけれども、まあ、これが、まあ、常温で一応1年間の賞味期限があるということで、まあ、少なからずその輸出できる商品がやっとできたと。基本的に漬物をうちで作っている自社の製品は冷蔵で本当に賞味期限が長くても20日間とか短いと1週間とかですね、まあ、そういったような商品群が多いもので、どうやってももうそもそも輸出の土台に乗せられないということがありましたけれども、まあ、今回そういうのができたのでちょっとお願いしたいということになってます。はい、ありがとうございます。はい、まあ、実はあの我々の関係は実はあのですよね、あの御社の会長さんが私の YouTube を見てもらってっていうところから始まったところもあるんです。もうそこからですね、はい、まあ、本当にそこから縁をつないでですね、はいはい、この、 あの料理教室での、はい、あの試食会に至ったっていうのは、まあ、感慨深いところではあるんですけども、はい、あの今話にあったようにやっぱり日本の国内だけではなくて、あの海外を見られているっていう中で、やっぱりあのベトナムに限らず健康ブームというか、健康にこう生きていこうっていうのは、まあ、コロナを明けてですねベトナムも強くなりました、世界的な流れだと思うんですけども、でもこのぬか床含めて、まあ、その漬物だったり発酵食品っていうのは、まあ、日本が誇る一つのまあ食文化であり、まあ、その健康食品だと思ってるんですけども、その辺の期待感を持って、で今回そのまあベトナムの料理教室でやってみたところどんなふうに感じましたか？そうですね、まあ、皆さんやっぱベトナムの方もそういう視点で今日はなんか今日というかまあ料理教室参加されていただいてるのかなっていうのは、すごくあの感じましたし、まあ、質問もちょっとその手の内容結構多かったのかなっていうふうに率直にあのそういうふうに思ってます。はい、なんかそのはっと思ったことになんか2、3個なんかこうどんなこと感じましたか？へーとか思ったことありますか？そうですね、はっと思ったこと、あ、まずあれですね、ベトナムの方たちの好きな野菜の種類が
日本と全く違うっていうことで、はい、それに応じてそのぬかが本当にいいのかどうかっていうところもありますし、あとそのぬかをもう塗りたくって召し上がってるので、はいはい、あのまあ、我々が思ってるぬかの使い方ではなくて、はい、ついベトナムの方の食べ方を当然尊重しながらいけないなと思ったのはすごく大きな発見でしたね。あ、そうですよね、はい。まあ、まあ今回まあまああるものをぶつけてるんでそのまま売れないってことはまあ前提としてある中で、まあおっしゃったように例えばその好きな野菜が違うとか、まあ、そもそもそのぬか床の使い方っていうか、まあ、つけて食べるなんて日本人は考えないですもんね。そうですね、そうすると全く違うとか、はい、そういう発見もありましたよね、はい、そういう意味でやっぱりこう、まあ、今の商品もちろんまあ売れるあのまあ、可能性もあると思ってやってるんですけど、まあ、そういった新しい新商品開発とか次の話の、まあ、インプットみたいなのも出てきたのかなとは感じましたかね。なんかその好きな野菜が違うっていうとどの辺がびっくりしましたか。いや、一番は大根ですね。大根、多分ぬか漬けで国内だと大根きゅうりがやっぱり一番お好きな方が多いはずなので、はい、であとその日本との品種も多分やっぱり違いますし、うんうん、やっぱこの生野菜に対する食文化っていうのが全く違うんだなっていうのはすごく勉強になりました、うんうん、そうですよね、まあ、そのまま食文化が違う中でも結構あのお客様に結構率直な意見いろいろもらってありがたかったかなと思って、なんかあんまり犯人こうなんていうかこう甘いことばかり言ってるわけじゃなくて結構なんか辛辣なコメントをもらってたりするんですけどもまあ、でもなんかそういった率直な意見がそう役に立つかなと思ってて、私が考えたのはやっぱりこう今回料理教室でこうやってあの説明をして、まあ、本当にその歴史だったりとか日本の食文化とか、まあ、使い方いろいろ見せたり、まあ、料理の方法の展開を見せて、まあ、初めてこうなんか納得して、まあ、買っていかれたお客さんもいますし、まあ、中にはその買わなかったら買わない理由ってお客さんもいると思うんですけど、なんかさ次の展開としてあのお客さんのインタビューにもあったんですけど、まあ、もっとこう多くの人に知ってもらうきっかけがあったらいいんじゃないかっていうような話があったんですけども、この料理教室のフィードバックを得てですね、例えば次どんなことを考えてらっしゃいますか。そうですね、やっぱり、まあ、今回ちょっとこちらに行けなかったっていうのも、はい、やっぱり、ありますので、まあ、実際に、本当にお客様とちょっと触れてみたいっていう部分はすごくあの気持ちとしては持ってまして、やっぱり多分生徒さんの方からもお話いただいたと思うんですけれども、まあ、やっぱり試食販売とか、まあ、やっぱり一回まあまあ我々で作ったものをちゃんとまず日本のものをもう一回ちょっと召し上がっていただいて、評価っていうのもいただいて次に何かつなげられたらなっていうのはありますし、まあ、そもそもまあこういうチューブタイプの商品が受け入れられるかどうかっていう不安も最初はありましたけれども、その辺に関しては特にコメントはなかったと思いますので、うんね、我々もこういう商品が作れるようになったっていうところもありますから、まあね、ぬか床に限らずともですね、まあ、同じような商品作って持ってってみるっていうのも面白いのかなっていうのは思います、うん、はい。まあ、言ってみたらもっとこう食べてもらう機会を増やすってことで、まあ、日本からのもともとのものも食べてもらってもうちょっと深くフィードバックもらうっていうこともそうでしょうし、まあ、もうちょっとその試食販売の場とかですねこうやっていくっていうのもいいですって話ですよね。まあ、あとはそのおっしゃったのはそのまあ形状とかパッケージとかっていくつか我々やる中でいくつかそのまあこれどうなんだろうねってのあったと思うんですけど、あんまりそういうのなかったですよね、抵抗感とか。はい、そこに近づけないですよね。どっちかというと本質的な話が多かったんじゃないかなっていう。そうですね、はい、はい、だからまあそういう意味では非常に良かった、まあ、その活動としてはまあ次のためのなんかいろんなインプットをもらえたのかなとは感じてますけども、まあ、総じていかがだったでしょうか。いや、これはリップサービスでも何でもなくて、最初すごく我々悩んで、ただ御社との出会いがあって、この料理教室っていうアプローチが最初すごい疑問だったんですけど、はい、3回やって皆さんの反応を受けて、うん、これで良かったなっていう、その、うん、なんでしょう、毎回その自信というか、まあ、新たな情報を踏まえて、うん、でやっぱりその次にどう取り組んでいくべきかっていうのはすごくこう整理できたんで、すごく良かったと思ってます。ありがとうございます。そうですよね、やっぱり普通の
まあ、店頭で聞くと違ってこうコミュニケーションの密度が違いますし、やっぱその疑問に思ったことをその場で聞けるっていうこの、まあこれをオンラインでできる時代になったらすごいなと思う、自分でも思うんですけども、あのベトナムに来なくてもオンラインでこう聞けるっていうところもすごいあの魅力ですよね。もちろん来ることもできると思うんですけど、毎回来ることもできないと思うんで、はい、そうです。なんでその疑問の解決のスピードっていうのが、まあ、いわゆる今までのなんかそのいわゆるなんか市場調査っていうとなんかアンケート取ってとか時間かけて分析してとかっていうのもあるんですけど、こうやってクイックにこうもうお客さんの層が大体決まってるってあれば、それに対してこう聞いていけるっていうのはすごい早いですよね。その課題解決っていうか、うん、その疑問がすっきりするっていうか、はい、この3回だけでも結構いろんな我々もやってる中で深まりましたもんね。そうですね、はい。かなりもうこの1年間2人で悩んできたんですけど、かなりすっきりしましたね。そうですよね、はい、やっぱりお客さんが答え持ってますもんね、最後ですね。はい、わかりました。ありがとうございます。また今後またこのですね、かどこなりその御社の製品を広めるために一緒に力を合わせてやっていきましょう。はい、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます、はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。